湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日の動画はですね、あなたの太ももの痛みの原因は坐骨神経痛というお話をさせていただければと思います。はい、ちょうどですね、今日初心で来られた、初めての方で来られた方が、そういう方がいらっしゃったのでですね、お話しさせていただければと思います。はい、まあ、その方はですね、ランナーですね、マラソンを趣味でランナーの方だったんですね。でですね、まあ、ある時ですね、まあ、練習をされていて坂道をダッシュされてたんですね。上り坂をですね、で上り坂をダッシュしていた時に、まあ、太ももの方にピキッと痛みが走ったということで、まあ、病院の方に行かれてですね、まあ、肉離れという診断を受けられました。肉離れ、はい、でこの方はですね、肉離れということで、まあ、太ももの裏ですね、太ももの裏の筋肉、ハムストリングスという場所なんですけども、はい、まあ、太ももの裏、今日からですね、実はちょっと秘密兵器というか新兵器があってですね、それを使って説明させていただくんですけども、まあ、ハムストリングスっていうのは、この青い部分、こういう太ももの裏ですね、こういったところとか、こういったところ、はい、まあ、こういうところがハムストリングスって言われてる太ももの裏の筋肉の部分なんですけども、まあ、そういったところを、まあ、痛められたっていうことで、肉離れという診断を受けられて、その方はですね、病院の方で、まあ、理学療法士の先生とかにですね、リハビリの先生にストレッチを指導されたんですね。ストレッチ、はい、でこの方はですね、すごくやっぱりマラソンをされるくらいなので努力家でですね、半年間ストレッチを頑張ってられたんですね。はい、半年間、半年間ですね、頑張ってられたんですけども、確かにですね、この最初の当初の痛みっていうのは引いてきたそうです。引いてきたんですけども、ある程度まで良くなったらですね、それ以降はですね、痛みがなかなか抜けきらない状態になったんですね。はい、でそこでですね、まあ、走ってもやっぱり痛くなってしまいますし、ストレッチをしても良くならないし、どうしたもんかなっていうところで、まあ、やっぱりランナーの方って、私もマラソン走るので分かるんですけど、走れないのってすごくなんかこう辛いんですね。ストレス溜まりますし、それで、まあ、走らない代わりにですね、ストレス解消を何するかというと、やっぱり食べちゃったりするんですね。食べちゃったりして、それで、まあ、体重も増えてきて、で体重も増えてきて痩せたいんだけど走れないっていう、すごくすごくこうイライラしたような状態で過ごされていたんですね。でその方はですね、まあ、結局のところですね、何が起こっていたかというと、これなんですね。坐骨神経痛という状態だったんですね。はい、要はですね、坐骨神経痛っていうのをですね、詳しく知らない方はですね、ちょっとまたしっかり説明させていただくんですけども、今回の動画で何を言いたいかというとですね、坐骨神経痛というのは、お尻から出た神経が太ももの方に、足の方にですね、行く神経なんですけども、はい、坐骨神経痛が、まあ、お尻の方から起こっていて、太ももの筋肉を緊張させていたんですね。緊張させていたからこそ、その痛み、ストレッチしても、太もものストレッチをしても、痛みが変わらないで頭打ちになっていた。っていうことが、まず一つです。それが一番重要なことではなくてですね、まずそれが第一、重要なこと。で、次にですね、重要なことっていうのは、じゃあそもそもですね、なんで肉離れになったかっていうことなんですね。っていうのはですね、その方はですね、走り方としてちょっとこう前にかがみながら走るような感じだったんですね。ということは、頭が前に出ればお尻が出てきますよね。でお尻が出てきて、お尻の筋肉がですね、緊張してきて、そこで坐骨神経痛がもともとあったのではないかという推測ができるんですね。で推測ができると、常にですね、太
太ももから足の筋肉がですね、緊張状態になっていたんですね。なので、坐骨神経痛がもともとあった方が、たまたま太ももを負担かけた時にピキッといって、肉まられになった。肉まられ自体はストレッチで良くなったかもしれないですけども、その元の坐骨神経痛っていうのは、ありましたし、そのお尻周り、坐骨神経痛が起こるお尻周りっていうところを、まあ、何もケアしていなかったんですね。なので痛みが変わらないでですね、半年間ハムストリングス、太もものストレッチをしてもですね、痛みが変わらなかったっていうことなんですね。なのでその方っていうのは結局のところこの坐骨神経痛の原因を取ってあげたらですね、症状その場で良くなりました。はい。そういったことがですね、実際現場では起こっているんですね。要はですね、太ももの痛みがあってですね、肉まらになりました。で、ストレッチをそこを痛いところに対して何かいろいろ頑張ったとしてもですね、そもそもじゃあなんで肉まらになったのかっていうことと、なんで痛みが続いているのか、そこに痛みがあったとしても、原因っていうのが他にある場合があるんですね。そのために、やはりですね、その原因を見つけてあげる検査っていうのが一番重要なんですね。はい。当院ではですね、初回にこの原因を見つけてあげることに、まあ、一番重点を置いているんですけども、今日は初回で来ていただいて、その原因が分かったのでですね、その場で痛みも取れましたけども、やっぱりその原因っていうのがまだしっかり取り切れてはいないのでですね、痛みは取れたとしても原因はまだ取り切れていないので、何回かまた繰り返して治療していく必要はあるんですけども、その方はもう本当に目から鱗でしたっていうことを言われて帰られたんですけども、まあ本当半年間ですね、ストレッチ頑張っても改善しないっていうことは、そこには原因はないというふうに思っていただいた方がいいと思います。はい。なので、まあしっかり原因を見てくれる先生にですね、見ていただくことが大事なのかなというふうに今日改めて感じたところですね。はい。本日の動画の内容をまとめるとですね、肉離れだったりとかですね、痛いところに対して、しても何か対処してもなかなか良くならないということは、そこに原因はないっていうことですね。原因は別にありますよっていうところをですね、自覚していただければと思ってですね、今日お話しさせていただきました。はい。まあ、このようにですね、なかなかその症状、痛いところに対して何かしても、変わらないな、頭打ちだなっていう方はですね、私でよろしければですね、ご相談に乗りますので、下にホームページのリンク貼っておきますのでですね、お気軽にご相談ください。無料でお答えいたします。はい、またこのようにですね、痛み、慢性となっている痛みですね、慢性の痛みを改善するためのですね、ヒントだったり、アイデアですね、日々配信しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。